ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。今回はモダンホライゾン3のハレリアのシングル役枚数ランキングをご紹介していきたいと思います。売れているカードを見れば本当に人気のカードがわかるということで、レアリティ別にトップ5まで見ていきたいと思います。集計期間は予約開始から6月10日までとなっています。それでは早速やっていきましょう。まずはコモンから。コモン第5位は頭蓋椎です。販売枚数177枚。トップバッターがこのカードでいいのかというね、感じがするんですけど、パウパー発足時から禁止カード指定された頭蓋囲いの再来とも言えるカードで、パウパーフォーマット委員会も発売前からやばそうと言っており、その懸念の通り、残念ながらパウパーで1日持たずに禁止となってしまいましたが、初動の勢いが凄すぎてランクイン。まあ正直、ちょっとぐらい使ってみたかったですね。続いて第4位。第4位は、進化の商人。販売枚数182枚。プラス1カウンターが置かれると、永遠の商人のように、パーマネントを墓地から回収できるクリーチャー。継続的にカウンターを置くギミックがあれば、何枚でも回収できるというところがミソ。パイパーでは、傷だこみちの住人などと組み合わせて、エルフで試そうと思っています。続いては、同率の2位。1枚目は、スレーウェンの魔除け。販売枚数203枚。除去、置物破壊、墓地追放と、どれも使いやすいモードが揃った呪文。白はトークン生成など、クリーチャーを横にたくさん並べることができる色なので、ダメージを与える効果はかなり使いやすそうですね。そして2位の2枚目は、刷新された使い魔。貪欲なるネズミを魔改造。神話アーティファクトで軽く倍出てくる飛行21に加え、手札破壊も可能。神話デッキはパウパー界屈指のドロー能力を持ったデッキですが、そこに手札破壊のスパイスが加わることとなります。21というサイズはボモチが悪そうですが、実際どこまで使われるのか結構気になるところ。そしてコモン第1位は呪われた貴族。販売枚数205枚。なんと生きた布告族が2マナ2、しかもトークンで避けられない仕様になったので、的確に倒したいクリーチャーを狙えるようになりました。もちろん自分もトークンでごまかせなくはなったんですが、トレイリアの恐怖、つぶやく神秘化といったクリーチャーを簡単に対処できるようになったのはすごい。パウパにとどまらない活躍を見せてくれることでしょう。肉袋の貴族が泣いています。さあ続いてアンコモン。アンコモン第5位は幽霊火斬り。販売枚数172枚。相手が他色のパーマネントをコントロールしていたなら、1マナ4点火力。最近は他色の強力なカードが増えたので、かなり簡単に1マナで打てるはず。特にギルドパクトの力戦を初手で置いてくる相手には、めちゃくちゃ刺さるカード。バーンの救世主として期待されています。続いて、第4位は、不敬者破り。販売枚数は176枚。表は除去。裏は3点払うとアンタップインできる土地。腐りづらい除去プラス土地で、1枚デッキに入れておくことで輝くカード。土地に余裕があるなら、悲嘆のコストにも最適。見捨てられたぬかるみ、竹沼がそこまで必要ではないデッキには、こっちの方がフィットしそうですね。続いて、アンコモン3位。朦朧への没入。販売枚数180枚。こちらも青の両面カード。コンボデッキなら、相手の対策カードを除去する運用も可能ですし、緊急時に意志の力などのコストにしても OK。黒よりも多くのデッキに使われそうなので、上の順位になったのも納得ですね。続いて、第2位は、記憶への放逐。販売枚数229枚。今回、これでもかと、無色なカード。特にエルドラージュをフィーチャーしていましたが、もちろん、対策カードを出さぬはずがないということでね。エルドラージュは本体だけではなく、唱えた時に誘発する効果もあるので、それらを1枚で対処できるスーパーカードです。統率者などでも脅威となるアーティファクトや効果が多いので、よく見かけそうですね。さあ、そして、アンコモン第1位は、苛立たしいガラクタです。販売枚数250枚。マナコストを払わない行動をすべて咎める、とんでもない置物が登場。お互いに意志の力、悲嘆はもちろん、衝撃の足音やゼロマナアーティファクトも打ち消し。しかも不要ならワンドローにも変えれるし、ウルザの物語からサーチも可能。このカードのおかげで、虚空の杯が安くなっているとかあるみたいです。さあ、レア、行ってみましょう。レア第5位は、カッパの宝石です。販売枚数112枚。もともとは、神川輝ける世界の統率者デッキに収録され、レガシーで大活躍していたカードですが、それがモダンに、5砲4というね、とんでもない除去体制に加え、アーチファクトが出ればブロックされないといういかれたことも書いてあり、モダンの神話デッキが一気に復権しそうな予感です。続いて、レア第4位は、春心のナントゥーコ。販売枚数115枚。上陸するたび、トークン生成。フェッチランドがあるモダンでは、とんでもないスピードでトークンを生み出しそうなこのカードですが、真に注目されているのは、有力の英知、ナドゥーとの相性の良さ。授与で対象に取れるだけではなく、ナドゥーで土地がめくれれば、上陸効果でクリーチャーの数が増えるので、思考で一気にデッキを全部掘り進められるほどのアドバンテージを生み出せるのがやばい。ナドゥーは最初から注目されていることから、少々高額だったので、6位となりましたが、
逆に相性のいいこちらに目をつけた人が多かったようです。レア部門第3位は汚染された三角巣、販売枚数116枚、タルキユーハオタン以来の有効色フェッチランド再録ということで、値段が落ち着いたことに加え、特に青黒はレガシーでも今最強の色として人気を集めているので予約が集まりました。フェッチランドは何枚やってもいいと言われたことはありませんか？今後これ以上優秀な土地は出ないと思うので、4枚と言わずデッキの数かける4枚揃えましょう。いや、ガチで。続いて、レア部門第2位は、スワナの魂商人。販売枚数117枚。当初そこまでの注目カードではなかったと思いますが、じわじわと人気が集まり、予約ランキング2位に。ライフだけでクリーチャーを炸れることから、ゾンビデッキでは、構築、統率者、どちらでも引っ張りだこ。正直、宝物デッキでも強力ですし、ゾンビデッキだけにとどまらない活躍を見せてくれること間違いなし。さあ、そして、レア部門第1位は、悪意の先行。販売枚数118枚。レア部門1位は黒のピッチスペル。黒は一番損せずにピッチコストを用意しやすい色ですし、その効果も申し分ない強さ。何度も返ってくる強血鬼や早期に合わせて悲嘆を使って唱えよう。さあ、お待ちかねの神話レア部門です。神話レア部門第5位は、ナカティルの最下層民アジャニ。販売枚数57枚。両面プレインゾーカーのアジャニがランクイン。先んじて発表された当初はそこまで評価が高くない印象のカードでしたが、続々と猫サポートが出てきたり、相性のいいカードが見つかって予約枚数を伸ばしました。大釜の使い魔と合わせて使うのが個人的にお気に入り。続いて第4位は退職の妖精グリスト。販売枚数58枚。グリストも上位にランクイン。表面のうざさに加え、変身条件も墓地から場にクリーチャーが戻るだけで OK なので、専用デッキを組めばかなり緩い。しかもプレインゾーカーになればトークン生成&置物破壊と過去の歴史が強さを証明している使いやすい効果が揃っています。ヨーグモス E など既存のデッキにもバッチリフィットするので期待大の1枚。続いて第3位は最短世界エムラクール。販売枚数59枚。今回のエムラクールちょっと地味じゃねと囁かれていましたが、3位ということで、やっぱりね、みんなエムラクール大好きなんだなという感じですけれども、最近トレンドの孤独や力戦の束縛といった除去に対して強く、不国除去や全体除去じゃないとほとんど触れません。しかも相手のクリーチャーはパクるので、不呼吸除去も結構厳しめということを考えると、元祖引き裂かれし英語エムラクールよりもすごい除去体制を持っていると言えるでしょう。トロンデッキに地獄料理書を入れてマッドネスで唱えることを試みるプレイヤー続出。実際めちゃくちゃ活躍しているところが見たいカードです。続いて第2位。第2位はマルコフ家のソリン。販売枚数61枚。表面が2マナ1音半コンで防御面に優れ、大量ライフゲインからの変身&マイナス1能力で一気に大ダメージを狙えることから、どうやってワンショットを決めるか、デッキビルダーが一斉に試行錯誤中。コンボ以外でも不憫な悲哀の更新、目視録シオルデッドを使う黒タン貴重品質デッキでも良さそうな気がしますね。そして、神話レア部門第1位。第1位はネザーゴイフ。販売枚数64枚。神話レア堂々の1位はネザーゴイフ。1マナタルモゴイフということで、みんなの期待値も爆上がり。紅葉をキーにしたデッキと一緒に使いたいということで、ジャンドサーガでドラゴンの怒りの媒介書と合わせて構築する人が多いみたいですね。しかも脱出で何度も蘇るのが凄すぎる。最近レガシーでも黒タンデッキも強力になってきているので、そこにも採用されそうです。以前の強い弱い裁判の配信ではあまり評価が高くありませんでしたが、さすがに一マナを舐めるなと言わんばかりの予約数。ここのところね、黒いカードがかなり強くなっていますが、さらなる強化でどうなってしまうのか。というわけで、モダンホライズン3予約枚数ランキングをやっていきました。モダンホライズン3はシングル予約をまだまだ受け付けておりますんで、ぜひハレルで予約よろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけでトロピオツカでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。